始まりましたブックマちゃん。どうも、あくにゃんです。どうも、みんなのコラマルメメガネです。どうも、中根さまです。この番組は本について好き勝手おしゃべりしちゃう番組です。じゃあいいですか、僕からですけど。あ、いや、新生活が始まるということで、メガネちゃんのご兄弟もそうですけど、新しく ね、会社に入る人がいるということで、はい、私何でもそうなんです。4月からちょっといろんなね、環境が変わると思うので、うん、おすすめの一冊を持ってきました。SBA クリエイティブから田畑慎太郎さんのこれからの会社員の教科書です。ハッシュタグで紹介したやつ。あ、そうそうそう、ですよね、ハッシュタグのブックマちゃんの方でも紹介した本なんですけど、うんうん、この作者の方がすごいんですよ。何、今までいた会社がリクルート、ライブドア、LINE で今ZOZO。どういうこと？っていうなんか転々としてて、いろんな会社の新人を見てきたから、なんか分かるんだって、共通項が。それは説得力がもう半端ない。そうだね。でしかもなんやかんや回ったけど、結局仕事の基本って新人時代に教わったことなんだって。僕、まあ、普段営業で働いてる営業マンなんですけど、3年目になるんですよ、働いて。うわ、すごいね。で、後輩がつくんですよ、下に。おお、ついに。そう、だから後輩になんか教えなきゃいけないの。え、アクニャに教わりたくない。超優しいから。怖い超優しいから。一応さ、2年目の子がいいんだけど、今後輩1個下の、斎藤さんとか、小林さんとかって感じなのに、わしだけアクニャって言われてる。アクニャさーって。アクニャこれどうやってやんのみたいな。ダメです。だからちゃんと教えなきゃいけないなと思って、これ改めて読んだんですけど。そうだね。本当にメールの返信はなるべく早くとか、うんうん、失敗したらちゃんと報告するとか、正しい意見が通るとは限らないよとか、ちょっと心が折れそうになったとしても、意外とそれが普通のことなんだよっていうのを言ってるんだけど、社会人として重要、マジ重要だなと思ったのが、何ちょっとした一言で印象は変わる。例えば、メッセージとか、メールの最後に、あの仕事素晴らしいですねとか、田畑さんスノボ行かれたんですね、私もスノボ好きですなどとさらっと書くのがいい。やってます？こういうのちょこちょこ。今日ありがとうございましたの後に、その日あった出来事のいいなと思った部分とかを最後に入れるようにはしてる。私は入れちゃう。なんかちょっとしたことで、めっちゃこういう人ここすげえじゃんってなると、わーってなって、絶対書いちゃう人。あ、すごいね、みんな育ちがいいね。育ちがいい。これ重要なのが、くどくど書く必要はありません。え、あまり詳しく書くと、なんでそんなことまで、ね、キモいと思われてしまうから。私、ごめん、割とくどかったかも。なんでそんなことまでキモいと思われてしまうっていう。絶対思われてるやん。つらっ。さらっと。さらっといいんだ。会社に行くとお茶を出してくれる人がいるんですよ。うん、お茶組係みたいな。そうそう。お茶を持ってくる人のことは、ほにゃららだと思え。当たり前だと思うな、的な。神だと思え。正解は、お茶を持ってくる人はスパイだと思え。え、そこでの態度を偉くしてると、なんか全部筒抜けで社長とかに行っちゃうんだって。あ、だからお茶を持ってくる人も受付の人とかにも、なんかちゃんと態度を良くしろみたいなことを言ってるの。あ、それはすごくわかりますね。トイレの掃除の清掃員の方にもご苦労様ですと声をかける。あ、いやー、大事だね。ドラマでもさ、だいたい購買でさ、パン売ってるおばちゃん理事長じゃん。わかる、この分かる。就活の時とかもやっぱ、明らかこう平社員な感じの人とかにも、なんか私はあの選ぶ権利とか全然ないから、もうラフに話してみたいな感じの、なんか謎のスパイが来んの、いつも就活時に。これは本当に関係ないから評価みたいな、みんなが好きなこと喋っちゃってみたいな、こいつ絶対スパイだみたいな感じで、本当に上司に質問するときはクローズドクエスチョンがいい。例えば、どういう切り口で提案すべきですかって言っちゃうと、こういう風にすればいいんじゃないってなるけど、この内容でいいですかっていうのを持っていくと、それに対してイエスかノーで答えられるから、必ずイエスかノーで答えられるようにしましょう。それをクローズドクエスチョンって言うんだ。そう、だから自分なりにある程度仮説を立てといて、こっちの方がいいんじゃないかなとか考えるといいって言うんですけど、逆に上司が後輩に対してはクローズにしない方がいいんだって。はあ、選択肢を与えるんじゃなくて、こう考えさせる、そう、上司がどう思う、これでいいよねって言ったら、もうイエスしか言わないんだよ、とかって。確かにそうだね。だから自分が上にいる時は、あの選択肢を与えずに、こう自由に回答させる方がいいですよっていう。なんか意見言ってるのに、その先を考えてないと、いや、そのじゃあどうしたらいいのかまで考えろよって思いません？自分、あ、何今中国のなんか方が出ましたけど、ちょこちょこちょこピンって、はい、自分こう思う、こうしようと思うんだけど、いや、それはやめた方がいいんじゃない、って言ってきました、え、じゃあその代案まで考えて。あ、そういうことね。否定だけするタイプ。そう嫌い。え、でも多いんだけど、そういう人。いや、多いでしょ、絶対多いと思います。なんか詰めるって言うんだけど、詰めるっていうんだ。え、なんでみたいな。それができなかったらどうすんの。
もう私それ1年目の時超やられて、私めっちゃ言い返したの。先輩がすごい厳しい言い方をするので今脳が萎縮してますってすごいな。しかもさ、それをさ、先輩がさ自分のフェイスブックいじりながら言ってくんの。それはやばいんですね。それはこれ読んだ方がいいよ、その先輩の、うんうん、読んだ方がいいと思う。先輩も初めて先輩をやるから分かんないんだよね、きっとね。私言ってたもん、先輩も多分初めて先輩やるから分かんないこといっぱいあると思うんですけど。それ言わない。すごいよね、すごいよマジで。でなんか個人的に営業マンをやってて一番響いたことっていうか、うん、なんか何回も怒られたことが載ってたので最後紹介したいんですけど、うん、聞きたいです。決裁者は誰かを把握する。僕が怒られたのは、うん、なんか自分じゃ話すのがうまくいかないなと思って上司を一緒に連れて行ったの、うんうん、同行してもらったの訪問 で、うんうんうん、でそしたらなんか相手が平社員みたいな感じで決裁権がない人だったの、うんうんうん、そういう時になんか俺いなくてもよくなかったみたいな感じで怒られたの。なるほどね。そう、もっと上の人の話し合いの時に呼んでって言われて、もっと話が決まった段階で呼べっていう話。そうそうそう。このなんか本ではドミノ倒しって言ってるんだけど、本当にこう最初の小さなドミノ倒して、次ドドドドドって倒していかないといけなくて、最後に大きなドミノが倒れるから、その時に多分上司とかを同行してもらわないといけないっていう。これはもう超営業マンとして確かになった。しかもなんか面白いなと思ったのが注意事項があって、うん、おっさんはメンツが8割っていう項目があってやっぱ直接決裁者である先輩に連絡をしようとするんじゃん、みんな、うんうんうん、あの吹っ飛ばして手っ取り早くしたいもんね。ペペペって吹っ飛ばして、うんうん、でそうすると飛ばされた人はやっぱよく思わないわけよ。あ、俺の上飛ばしてったなみたいな、うん、だから現場や窓口の人のメンツを潰すことになるので、うん、結果的にはうまくいかなくなることも多いですっていう。気をつけましょうって、着実に踏んでいけよって。そう、心身が病むくらいならすぐにやめた方がいいという章もありますので、健康に万が一のことがあっても絶対に会社は責任を取ってくれませんということで、まあ、辞めたいときは逃げるっていう重要性も説いてるのがいいなと思いました。めちゃくちゃ素敵ですね。本当にさ、今までさ学校と違うよってことをめっちゃ本の中でも言ってて、うんうんうん、用意ドンじゃないのもう、しなんか正解がいろいろあって、うん、なんか僕とかも営業マンだからどんなやり方でもいいからあの1000万稼いでくださいねみたいな感じなわけ、うんうん、わすごいですね。さ、もうさ手段なんでもいいわけだから、もう超自由だから、だからこそなんか病むっていうか難しかったりとか、働く量とその1000万って関係性がないから、ちょっと働いて1000万稼ぐ人もいれば、めちゃくちゃやっても500万の人もいたりとかするから、やめたい時はやめた方がいいと思います。今回は SB クリエイティブから田畑慎太郎さんのこれからの会社員の教科書、社内外のあらゆる人から今すぐ評価されるプロの仕事マインド71を紹介しました。でもこれ上司もさ後輩にこれだけ渡しておけばいいやと思ってる。確かに、そう確かに、お姉ちゃんに本当にあげよう。舐め腐った子がいっぱいいるから、これもこれもおやつ紹介してほしい本のリクエストもこちらのコメント欄で募集しております。そしてこの動画が面白かったためになったなと思った方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。お願いします。はい、そしてブックマちゃんには公式ツイッターもございます。ぜひそちらの方もチェック、フォロー、リツイート、いいね、全部よろしくお願いいたします。お願いします。はい、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。序盤でハンド、序盤でハンドのムグルマさん笑わないでよ中華娘ちゃんみたいな考えなかったの確かに